今回ご紹介するのはロレックスの自動巻き時計、オイスターパーペチュアル、デイトジャスト、REF1601。デイトジャスト機構が初めて搭載されたロレックス三大機構、オイスター、パーペチュアル、デイトジャストを備えたヴィンテージコレクションです。この品 REF1601 は1960年から1980年代まで製造されていたサードシリーズ、ロレックスの傑作とも評価されたクロノメータームーブメント CAL1570 を搭載し、ホワイトゴールドのフルーテッドベゼルなど高級感あふれる仕様で、生産終了ながらも未だ人気の絶えないモデルです。文字盤は放射仕上げのシルバーカラー、バーインデックスとバーハンドの組み合わせ、31にサイクロップレンズのデイト表示、夜光の枯れ具合などアンティークの味わいがうかがえる風貌デザインです。SS ケースはラウンドフォルム、裏蓋はスクリューバックです。バンドはゴレンジウィリーブレス REF62510H FF555 を装着しています。希少なヴィンテージ買いボックス、国際サービス保証書、クロノメーター保証書などフルセットの付属品です。オーナーとしての所有する喜びと満足感を満たすロレックスの一品です。ダイヤル、文字盤、特に目につく大きなダメージはありません。文字、メモリのかすれ消えもありません。針、インデックスにサビなど出ていません。夜光は経年変化しています。ケース、裏蓋、シレ、小傷が認められます。裏蓋に後書きと思われる刻印 SEPT101.1977 が確認できます。へこみはありません。風貌、特に目につく傷やスクラッチなどはありません。装着しての日常視認性も十分に確保されています。ブレス、バックルに王冠マークが確認できます。すぐに装着可能です。操作方法、ケース右サイドにあるつまみがリューズです。リューズはねじ込み式です。解除後そのままのポジションで手巻きができます。自動巻きの時計ですが、針が止まっている場合などは時計本体を小中で軽く振り、ローターの音がします。手動でリューズを巻き上げて針が動いていることを確認してご使用ください。リューズは右回し、時計回りに指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズを引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。ハック、秒針停止機能付きです。デイトは針を回して調整します。付属品、カイボックス、レッカーリ、国際サービス保証書、クロノメーター保証書、冊子類、タグです。日差は24時間の実測で10秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅 20mm、 ケースサイズ横リューズ含まず約 36mm、 縦ラグからラグ約 43mm、 厚さ約 12mm、 腕曲がり最大 20cm 前後です。時計の外観コンディションや精度など詳細は
説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーンウォッチマンがお送りしました。